フィジカルの話で言うと、やっぱ、み、三マはもう本当にフィジカル的にさ、すごいから、並走の状況でさ、相手に体入れらんないじゃん。直線的なスピード速いから。であれ、三マとかデヨングとかの、まあ、特性というか、まあ、そこを鍛えてますよね。三マ対策に対する、三マ側の対応。で、面白いのがやっぱアウトサイドキックっすよね。すごい実用的なアウトサイドキックすんじゃん、三マって。あの、アウトサイドでボール持ってくじゃん、三マって反発テクトや、縦に。で、そのまんまさ、 こう、運ぶときに、まあ、インサイドで相手近くなったら運んで、とか、相手がまた遠かったらアウトサイドで、こう、軸足リードじゃなくて、蹴り足リードで行くじゃん。軸足リードの方が懐にボール入れれるけど、スピードが上がんないのよ。みんなやってみてくれたらわかる。で、蹴り足リードの方が懐からボール出やすいのよ。蹴り足前で触ってるから。なんだけど、スピードはどんどん上がる。蹴り足をリードしてるまんま、アウトサイドに蹴るから、あの、ディフェンスとかキーパーはタイミング読めないでボール入ってって、 こういうクロスに味方が決めてくれたら、みたいなシーンあるじゃん。で、これってね、三笘対策にすごい効果的なの。どういうことかっていうと、三笘の一番ベタな対策は、この本の中でも書いてる L 字対応なのよ。あの、守備で、まあ、ディレイすること。だって、極論言うと、僕でも三笘に抜かれないことってできる。っていうか、みんなでもできるの。三笘抜かれないのって。意味がないこと言ってるって思う人ほとんどだろうけど、これどういうことかっていうと、僕らでも10メートル三笘より離れてたら抜けないでしょ。 10メートル離れてたら、抜かれはしないじゃん、何でもやらせるけど。抜かれるってことだけはないじゃん、理論上。ってなると、相手としては何してくるかっていうと、三笘のこの反発ステップの縦突破で、この抜かれて、センターバック釣り出されて、なんか薄くなって、決められるのが嫌でしょ。だから、まず抜かれないように、ディレイの対応してくるんだよ。ディレイの対応してきて、ここの駆け引きしてる間に、前の選手が戻ってきて、L 字で対応するっていう。 だから、相手が距離取ってるときに何できるかっていうと、距離取ってるってことはパス出しやすいから、あのアウトサイドのキックでのクロスとか、切り返しての,あのキックとか、キックを鍛えることによって、相手が距離取れなくなるんだよ。距離取ってきてんならロングパス、詰めてきてんだったらドリブルっていう2択。だから、メッシってだから活躍できる。メッシュの場合、距離開けると、すごいパスとか、すごいシュート打ってくるじゃん。で、詰めたら抜いてくるじゃん。 で、今の三マの場合は、距離取ったら戻ってくる人と2対1で対応できるからいけるっていうふうに、一流のキック持ってる人にもなってくるんだよね。だから、三マは今、アウトサイドのキックをやってると思うんです。やってるというか、結構シンプルにキック使ったプレーが多くなってるっていう。で、じゃあ、あの、三笘側のドリブル増やす方、まあ、普通にね、相手詰めてくるようになったらまた抜けばいいんだけど、三マ自体が悪いかっていうと、ブライトンの戦い方、デゼルビの戦い方が、 三笘対策されやすい戦い方になってるっていうのもあるんだよね。でもそれはまた別の話でいい。あのドリブルの速度保ちながらあのアウトサイドパスできるは世界でも三笘しかいないんじゃないかテレベルだと思ってる。そうですね。だから、あの、基準のスピードがね、速いからね。デンベレもそうじゃん。デンベレさ、あのスピードで顔を上げながら相手の逆つくからだから抜きまくれるじゃん。でも、デンベレの中では、70ぐらいでも対峙するディフェンスからしたら100に感じるんだよ。超速いみたいな。なのに足から離れないし、顔を上げてるし、みたいな。 だからあんだけわがままだったりとか、問題児でも、チャビはデンベレを一生懸命残そうとしたんです。そうだからベースのスピードを上げるっていうのは大事なんですよね。だからやっぱフィジカルないとだめっていうのは当然で。今は日本代表でいうと、やっぱ一番突破力でいうと、三笘が出てくる人多いと思うんですけど、三笘選手、対戦相手にいたらどう対応しますいやー、向か昔ないですよね。薫はそうですね、でも、フリーランニングもうまいんで。そううですよね、うん はい。だから前の選手としっかりコミュニケーションを取る上で、出させないっていうのも大事かなと思います。うん、足元しか出させないような状況であれば、自分も距離詰めれるので、うんはい、はいはい。何でも出せる状況だと詰めれないし、詰めすぎると裏取られてしまうので、はい、難しいって感じですね。まあでも常に2対1の状況を作るしかないのかなと思います。今の薫のコンディションだったり、自信を、うん。 加味するとなかなか一対一で止めるっていうのはかなり難しいなと思って、ああ、そうなんですね。なんか結構、三苫選手の場合は距離詰めたら裏取るっていう、そっちのあのカードを持ってるっていうのはすごく大きいですよね。うん、大きいです。守備としてはすごく嫌なので、うん、続けてからスタートっていうタイプは、もうなるべく近ければ近いほどいいので、ですよね。はい。あれ、すごく重要だと思ってて、やっぱり。 ドリブラーとか三笘選手の場合は、そういう足元を持って仕掛けていったのイメージありますけど、そ,そっちをおりにして、裏一発取ったり、それが嫌だから、相手、距離取ってきて、一番得意な足元みたいな形の二択持ってるのは大きいなって思うんですよねそうですね、大きいと思います。ああれががるかららディフェンダーはやっぱ下なないといけないとけのでうん、うん